加藤汽船株式会社は、兵庫県神戸市に本拠を置く旅客船会社である。本社所在地は、兵庫県神戸市中央区新工町3番7号。元は、加藤海運株式会社の旅客部門であった。1949年に、事業分離され、加藤汽船単独航路や関西汽船と共同で、航路を持ち、瀬戸内海において、京阪神と香川県を結ぶ役割を果たしていた。 しかし、本州四国連絡橋の完成により、瀬戸内海における船舶の競争力が薄れ、2003年9月30日、限りで船舶輸送事業より撤退、航路の一部をジャンボフェリー株式会社に譲渡した。その一方で、2006年7月14日より、海上アクセスから神戸、関空米シャトルの運航を住宅し、船舶輸送事業に再参入している。現在は、 瀬戸内海を中心とした航路を取るフェリー会社などを参加に置いている。また、この航路上との経緯があるために、時折、ジャンボフェリー株式会社と加藤汽船株式会社は同一の会社と混同されることがあるが、この2社はそれぞれ独立した会社である。筆頭株主などの形で、以下の会社をグループの参加に置いている。ありがとうございます。